んああ、お前か。いや、なんで先帰るのって。お前が委員会とかなんとか言ってたんじゃないか。俺は部活も委員会もやってないから、早っと帰宅しようとしただけです。てか、よく見つけたな、俺のこと。 走ってきたのああ、そう。お疲れさん。てかさ、そこまでして、毎日一緒に帰らなくてもよくねなんでそんな一緒に帰りたいたまには一人で帰るってのも楽しいと思うけど 意地悪言って悪かったよ。じゃあ帰ろう。ん何ああ。明日も試テストか。んそんな焦らなくても。日頃からちゃんと勉強していれば問題ないはずだぞ。 点数が低いと、お小遣い減らされる。<laughs> かわいそうなやつああ、そういえば、そろそろ一年の記念日か。すっかり忘れてた。ああ、そんな怒るなよ。明日のしは午前中で終わるし、 じゃあ、終わったらどっか行くああ、いいよ。その代わり、今晩は勉強頑張れよ。んはい。もしもしああ。 どうした勉強に集中できない。はあ、あのなそういうとこだぞ。その調子だと、お小遣いは残念ながら諦めるしかないな。ええー、じゃないわ。 俺は今英語の文法を詰めてるとこ。ん日々の勉強やってれば問題はありませんけど。一応な、一応。この時期の模試は基本問題結構厳しくくるから。範囲内の文法だけでも抑えておこうって思って。ま、俺は小遣い減らされるとかねえから。 気楽なもんだけどさ。ふ <laughs> え数学を教えてほしい。やだ。<laughs> なんでやだよ、めんどくさい。なんでお前に時間割かなきゃいけないんだよ。そろそろっていいか 私のこと好きって、なんでそんなこと今聞くんだよ。模試が終わった後な。は何な、記念日の件は悪かったよ。だから明日出かけるんだろほら、なんか怒ってやるからさ。は 金で解決なんてしてねえだろ。お前が小遣い減らされるって言うから。あ。切れた。まったく。ああ、テンション最悪。 イース、お疲れ。んおいおい <laughs> 無視すんなよ。学校出たとこで待ち合わせて LINE 送ったろ。ん昨日は勝手に帰ったじゃん。あれは別に約束なんてしてなかった おいああ、めんどくせえ。本当に出かけたくないなら、裏門から帰れよなん。ちょっと待てって。はあ。あ、はあ、やっと止まった。なあ。昨日の電話が気に食わなかったのか じゃあ、無視せずにそう言えよ。言ってくれなきゃわからない。あ電話だけじゃない。じゃあ何いつも冷たい。俺は、冷たくしてるつもりはない。 もともとこういう人間だ。それはお前が一番知ってるだろう。それとも、一年間も付き合っておいで、知らなかったと知らを切るつもりか第一俺は、あ、ちょ、おい。あ、やっべ。また言い過ぎた。どうしていつも俺はこう。 <laughs> おーい、どこだ <laughs> ああ確かに俺は、昔から変わってない。何も変わらない、無頓着で。 人に優しくできない大バカ野郎だ。でもそれじゃダメじゃないか。こんな俺のことでも愛してくれる人がいるんだ。変わらないと。おーい。<お>いいじゃねえか。姉ちゃん一人だろ 俺さ、昨日女の子に振られちゃって、精進中なわけ。かわいそうだと思わない遊ぼうぜ。え、彼氏彼氏なんてどこにもいな。ここにいるが。あなんだお前。ガキのくせに調子に。ガキで何が悪いお前の100万倍は、この女性を愛してる。は何寒いこと言ってんだてめえ。寒いのはお前の方だ。 ふざけるな。お前みたいな奴がいるから、この町の治安が悪くなる。次に、彼女の視界に一秒でも入ってみろ。俺が代わりに殺してやるよ。あ、す、すみません。ごめんなさい。はぁ、あ。あ、思わず汚い言葉は。んなんだその目は。 周りの人からもだいぶ見られちゃったな。歩こう。ん手繋ぐぞ。なんでだよ。手。二度とどっか行くなよ。 悪かった。さっきは怖かったろ。俺もついかっとなって、久々にブチ切れてしまった。恥ずかしいとこを見せた。ああ。お前が少しでも怖い目にあったと思ったら、どうしても許せなくて。え意外だった何が いやいやお前のことは好きに決まってるだろう嫌いなんて一言も言った覚えはないぞでも少し反省したごめんな冷たくしてこういう人間だからじゃないよな開き直るなっていう話で お前のために、お前がずっと俺のことを好きでいてくれるように、変われるよう頑張ってみるよ。ごめんな。好きなんだ、お前のこと。わかるだろう。ちょっとナンパされるくらいで、あれだけ取り乱しちゃうんだ。たく。あ、そういえば、 一年おめでとう。じゃあ、仕切り直しってことで、なんか甘いものを食べいこうか <laughs>。もしの答え合わせはそれからだな。